はい、今回はですね、愛知県のレグビーさんが製造販売しておりますハイエースプラス DD スーペリア、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このですねスーペリアというのは、よく付けられるですね機械が多いオプション装備をですね一つのパック化したですねお得なですねオプション装備になるんですけども、そちらもですね合わせてご紹介していきたいと思います。少し前の動画でバンコンタイプのキャンピングカーでトイレを置くのにおすすめな車5選をですねご紹介したんですよ。その中でですね、実はこのレクビーさんがね結構レパートリーの中にトイレが置けるね車両がたくさんありますよと話をしたんですけども、このですね後ろの部屋に秘密があります。はい、この動画を見ていただくとハイエースプラス DD というですねキャンピングカーが一体どういう車かというのが分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは外装からご紹介します。ベース車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車。この車両の特徴は何といっても車両最後部の仕切られたマルチルームにあるかと思います。後部右側には外部電源取り入れ口があります。専用コードをボディに差し込んで AC100V コンセントに接続すると100V にてサブバッテリーを充電することが可能です。動画の車両の外装色は一番人気のオプションのパールホワイトです。それではハイエースプラス DD の室内をご紹介します。家具色は濃い木目と網代と言われる特徴的なデザイン。シートカラーもその室内にマッチした色合いで、落ち着いた雰囲気の中にも老舗ビルダーのデザインセンスが伺えます。はい、それではハイエースプラス DD のね室内をご紹介します。エントランス、このねスライドドアを入りますと、こちらにですね短座のシートがあります。これね、シートとしては認められてないんですけど、ここにあることによって実は座ることができるんですよね。そしてエントランスのですねここのスペースが結構広くありますので、ここにですね例えばゴムマットみたいのを引いてですね、ここで靴を脱ぎ履きしてあげるとね非常にですね使いやすいと思います。そして脱いで靴に関してはもちろんここのですね、ゴムマットかトレーに置いてもいいですし、こちら側にですね収納することができます。このシューズボックスは仕切り板などをうまく使うと何足ものですね靴を収納できるかと思います。実際にこのシートに座って靴を脱いだり履いたりするとこのような感じです。意外とこのスペースは重宝しそうですよね。はい、そしてこの、シューズボックスのこのねちょっと上のところにこのメインスイッチがあります。中のですね電装品関係を使う場合は必ずねこのメインスイッチをまず入れます。でレクビーさんはこのエントランスのねすぐとあの近くのところにスイッチもありますし、運転席側にもあるんですよ。はい、運転席はですねここにメインスイッチがありますから、運転している方がですね例えば後ろのものをね何か使いたいときにこっちからですねスイッチを入れることも可能です。なのでメインスイッチはですねこの2箇所にですね分かれております。はい、そしてねこのエントランス入ったこのねシートの運転席助手席のですねこの上にはですねこのような収納になっております。はい、まずねこちらからご紹介すると、これねオプションのですねリアスピーカーがねこちらとこちらについておりまして、これがですねエバストの FF ヒーターのコントロールスイッチです。そしてこちらがですね、夏場のね、リアクーラー、こちらの運転席、助手席の方から、例えばリアクーラーの設定したときに、ここからですね、後ろからも冷たい空気が出てくるんですよ。で、これね、リアヒーターはここじゃなくて、リアヒーターの吹き出し口はね、こういう下から出てくるんですよ。で、リアヒーターのスイッチに関しては、実はですね、この助手席の、これからね、分かりづらいんですけど、助手席のね、ここに、リアヒーターのですねオンオフ風量のスイッチがありますので、冬はねこちら側も結構寒いですから、このリアヒーターをつけることをお勧めします。はい、そしてねこちらのここね実はですね収納スペースになってるんですよ。はい、ちょっとお見せしますと、このような感じで奥行きね結構1メーターちょっとあるかな、結構深くてですね、高さも20数センチぐらいねある
こういうものがありますから、これね非常に寝袋だとかそういう寝具関係をね入れてもいいですし、着替えみたいのも結構入りそうですよね。レクビーさんオリジナルのね、収納台になるんですけど、これ結構考えられて、そしてね意外とこういうスペースで使えるんですよね。これ結構いいですよね。続いてね、ギャレー設備をですねご紹介します。このギャレーはねこのような感じになっておりまして、上にもですね収納があります。はい、こんな感じでね、キッチン関係のものを収納だとか、あとこういうねクリアな感じの収納もありますし、照明もねついております。はい、そしてこちらにはですね、結構ね調理台のスペースとしては広いと思うんですけども、ここにの方にもはい、丸型のねシンクがありまして、蛇口がねあります。そしてここはね調理台のスペースになっておりますし、この端にですね 100V のコンセントがねあります。 100V のコンセントから電気を取ることが可能です。はい、そしてこのねシンクの下にはスイッチ関係がね収録されております。まず端からご紹介すると、はい、これデジタルのですね電圧計、今 14.1V ありますよっていうのが分かりますし、はい、USB のねポートがありますから携帯を充電したりだとか、こちらにも 12V ねシガーソケットがあります。はい、そしてねこちらが、1500W のねインバーターが、ね、ついておりますので、1500W インバーターのスイッチと、これがですね照明のスイッチです。これね1と2に分かれてるんですけど、1に関してはこのキッチンのですね照明、そして2はですねこのダイネットスペースの間接照明になります。そしてこのねスイッチを長押しをすると、ちょっと分かりづらいですけどここね調光もできますので、はい、そしてここにもですね、まあ、タオルハンガーにもなりますし、テーブルをですね実はここに設置することができます。後からちょっとご説明するんですけど、はい、そしてこのねハンガーラックの下にもですね冷蔵庫があります。はい、このような感じになっておりまして、はい、こちらにも冷凍スペースがねありますから、冷凍物もね入れることもできます。ちょっとね、まあ、あんまり大きくないんですけど、冷凍物のスペースもありますし、冷蔵庫のねスペースもね十分かと思います。はい、もうね、この横に関してもこれスーペリアのですね装備品なんですけども、電子レンジがついております。はい、このような感じでね電子レンジがありまして、この下にはですねキッチンで使う給水タンク、排水タンクがあります。こちらが給水タンクの排水タンクですね。そしてこの中にですね一応調理機材であるカセットコンロがですねついております。そしてその横にはですね、これスライド式のスパイスラックだとかね、そういうねこう縦にこう収納できるようなねスペースになっております。例えばペットボトルの水だとか、そういうのもここにね収納することができるかと思います。はい、そしてこのね運転席のすぐ後ろにはですね実はこのようにバンドがあるんですけど、これね実はダイエットスペースで使うテーブルをですねここに収納することができます。このテーブルを収納状態から使用状態に変更してみたいと思います。設置してから気づいたんですけど、ここにテーブルをセットしてあげると、先ほどのシューズボックス兼短座シートに腰掛けてキッチンテーブルとして使用することが分かりました。このテーブルの上で調理もできますし、手を伸ばせば冷蔵庫、電子レンジ、シンクといったものを全て使うことが可能です。ダイネットスペースとセパレートしてキッチンスペースを使うことができますよね。はい、それでですね後部のダイネットスペースをご紹介します。このような感じでですね向かい合わせのダイネットスペースと横向きのねシートがありますので、まあもちろんお二人でも使いやすいですし、3人4人でもですね難なく座って団らんできるねスペースになっております。でまずねこちらをねご紹介します。実際にシートに座ってみました。このスペースは横向きでも前向きでも座ることが可能です。続いてセカンドシートにも座ってみました。そして横向きシートにも座ってみたんですけども、こちらは乗車定員を一応4人で取っております。このシートはもちろん横向きにも座れますし、このように足を投げ出して座ることもできます。またこの背もたれも背もたれポジションから跳ね上げすることもできます。板を跳ね上げてこのように左右のロックをかけてあげると保持ができますので、さらに広くこのシートを使うことができます。
はい、助手席側、左側をね、ご紹介したいと思います。まず上からはね、この液晶テレビ、これスーペリアのですね、装備品なんですけども、19インチのですね、液晶テレビがここについております。はい、そしてその横にはですね、収納スペースがね、ありますので、こちらに1箇所と、もう1箇所ね、あります。で、結構これね、奥行き、あります。奥行きがあって高さもありますので、それなりにこの収納スペースもねあるんじゃないかなと思います。そしてエクビーさんはね、なんといってもこのアジロというですね、この素材がですね、なかなかこうおしゃれな雰囲気がねあっていいかと思います。非常にですね、中の雰囲気とね、このアジロのですね、この網目模様みたいなのがね、非常にいいですよね。はい、そしてこの下にはですね、スポットの照明があります。これもはい、このようにタッチ式のですね、照明になっております。で、長押しをしてあげると、はい、このように調光ができます。こういう照明がねついております。はい、そしてこちらにはですね、はい、横向きにはなるんですけどね、こちら側向きのねシートと、まあ、テーブルがあって、このですねシートがあります。で、このシートに関しては今後ろ向きですけど、前向きに変更することもできます。ですので走行中はね、こちらの方を後ろ向いて走るのなかなか辛いですから、走行中はですね、このシートを前向きに変えれますので、ちょっと変えてみたいと思います。まずはこの肘掛けを取り外します。次に座面だったマットを持ち上げて背もたれにし、そしてヘッドレストを付け替えます。さらに背もたれマットをこのように後方に倒すと、前向きシートに変更できます。このように展開するとですね、今後ろ向きだったシートがですね、前向き進行方向に向くことができました。そしてですね、これ実は3点式シートベルトがついております。こちらからですね、ベルトをかけることができますので、もちろんですね、こちらに座った方もベルトをですね、することができます。そしてですね、このシート実はですね、ちょっとね、変更できるんですよ。それをですね、これね、ちょっとまあリクライニングソファーのようにね、できるんですけど、それもね、やってみたいと思います。こうするとですね、こう足を投げ出して座ることができるんです。これなかなか考えられたシートですよね。セカンドシートに座ってる方はね、こうリラックスしてね、座ることができるんじゃないかなと思います。はい、このですね、センターのテーブルは実ですね、跳ね上げすることができます。なのでベッド展開、これから今してみるんですけども、ベッド展開するときに1回1回こう取り外さなくてもですね、実は跳ね上げをすることができますので、まずそれをねやってみたいと思います。ちょうどですね、このロックのところには当たらないようにですね、穴が開いてるんですよ。こんな感じでね、ちょうどこれを持ち上げたとしても、ちょうどねこうかわしてくれるんです。このような仕組みになっております。このテーブルをですね、跳ね上げるときはまずですね、ここをね持ち上げます。このですね、テーブルの足をこう畳みます。このような感じでね、そしてグッと持ち上げると、ここにですね、カン抜きのですね、ロックが入るような仕組みになってますから、この状態にします。そうするとですね、はい、もうね、テーブルを跳ね上げすることが可能になりました。もしね、邪魔であれば、もちろん取り外しもできるんですけども、まあ一回一回ですね、この取り外してね、さっきのここの収納のところにね、入れるのもいいんですけど、それはもし面倒であればですね、このような感じでテーブルを跳ね上げしてね、保持しておくことも可能です。そしてこちらもですね、ベッドスペースにすることもできますので、まずですね、作ってみたいと思います。まずはこの肘掛けの板を取り外します。そして座面だったこのマットを180度後方に倒します。そして後方側にこのシートをスライドさせます。空いたスペースには専用のマットがありますので、このマットをセットすれば、こちら側は完成です。次に横向きシートをベッド展開します。この左右の受けを出して、ロックを解除して板を下ろします。そうすると先ほどの跳ね上げポジションからベッドポジションに変わりました。あとは落下防止のこのバーを取り付ければ、2段ベッドの2段目は完成です。ベッドはこれで完成ではありません。まずは後部シートの背もたれをこのように脱着します。この背もたれマットは車体にファスナーとこのマジックテープで接続されております。取り外したら、このマット自体にこのようにくっつけて、
空いたスペースにこのマットをはめ込みます。先ほど取り外した肘掛けのマットを真ん中にセットします。そして大きく空いたこのスペースにも専用のマットがありますので、このスライド式の受けを出してセットしてあげるとベッドの完成です。車の幅目いっぱいの大きなベッドと2段ベッドが出来上がりました。実際に横になってみましたが、大人の方でも3人ぐらいは余裕で寝れる圧迫感の少ないベッドです。そしてもちろんこの2段ベッドの上にも寝てみたいと思います。 1830mm の長さですので、私が寝ると少しだけ寸法が足りませんでしたが、170センチ前後の方であれば問題ないと寝れるかと思います。寝返りが打てるぐらいのスペースがありますので、しっかりとした頑丈なベッドかと思います。はい、上のベッドもですね、先ほど寝てみたんですけど、結構これね頑丈なんですよ。これね、受けのねここの部分の耐荷重がもう何百キロとあるみたいなので、私が乗ってもね全然びくともしない2段ベッドでした。ですので、まあ2段ベッドって聞くとね、お子様だけと思うかもしれないんですけど、これね大人の方もですね十分寝ることができます。はい、そしてこの上なんですけど、ここにですね、ここにも一応ですね収納があります。まあこう置くような感じのね、ラックのような感じなんですけど、ここのロックを外して、反対側のロックも外してあげるとこのような感じですね。ちょっとしたね、まあ寝具関係とかかな、そういうのもねここの上にですね置くことができる収納もね、この2段ベッドの上にあります。はい、今ねベッド状態なんですけどね、このね見てください、この絶妙なこのマットのね感じ。これね、実はここのテーブルもね、まあ、ちゃぶ台仕様としてね使うことができるんですよ。これねうまーくね、わかります、このようにね切り込みがこのような感じになってるんですよ。なのでこれね足をねこの中に入れることができますから、ちょっとね展開してみたいと思います。まずはねこのマットを外します。このような状態にしてね、そして先ほどのね缶抜きのロックを解除します。で足をね出した状態にしてこうします。でこのマットでは、この芸術的なこのカーブが入ってますので、足があったとしてもこれね、はい、このような感じでスッと入るんですよ。こうするとですね、ちゃぶ台のようにね使うことができます。ベッドにしてしまうと携帯だとか飲み物だとかね置く場所がなくなっちゃうんですけども、こうしてあげるとですね、このテーブルがですね非常に使い道ありますよね。はい、このようにするともちろんこの上で食事もできますし、デスクワークなんかもできそうですよね。そしてテーブルを出したまま眠くなったら、そのまま横にゴロッと寝ることができますので、これは非常にいいですよね。はい、そしてねこの車両最後部のこちらのですね部屋をご紹介していきたいと思います。このですねドアを開けますと、はい、このような感じで仕切られたですねお部屋になってるんですよ。そしてはい、このですね反対側にはこれオプションなんですけども、持ち運びができるですねポータブルトイレをこのように設置することができます。ですのでこの部屋をですねトイレルームとして使うことができるんですよ。で最近に私もこのバンコンシリーズで、ね、トイレのおすすめのね車両をご案内したんですけども、このねリクビーさんはこういうね仕切られた車両最後部にですね防水ルームを設けているモデルがね何種類かあって、特にねこのプラス DD に関しては横幅全域のこの仕切られたお部屋があって、オプションでですねこのようにポータブルトイレを置くことができますので、この中をですねトイレルームとして活用することが可能です。でこれは今ねロック、まあバンドが付いてますので、使用する場合はこれを外していただいて、まあ使いやすい場所にこう移動していただいて、で使うという感じですよね。このような感じ、ちょっと今ね物がいろいろ入ってるんですけど、こんな感じで使うことができますので、ちょっとですね座ってみたいと思います。はい、実際に座ってみたんですけど、このように用を足す分には問題ないスペースかと思います。もちろんこのままだと丸見えですので、カーテンを引いて見えなくすることもできます。もちろんこのマルチルームは収納スペースとして活用することもできるんですけども、このようにポータブルトイレなどを置いてトイレスペースとして活用すると非常にいいかと思います。実際はこのようにドアを開け放ってトイレを使うことはないとは思うんですけども、サイズ感はこのぐらいかというのを分かっていただければなと思います。
もちろん必ずしもこちらのスペースをトイレルームとして使わなくてもいいと思いますが、おすすめとしましては、もしもの時のためにポータブルトイレを置いとくのをおすすめします。こちらは先ほどご紹介した横向きシートの下です。長物なんかを収納することができそうですよね。はい、このですね、横向きシートの下にもですね、伝送品関係が集約されております。まずね、このベルトを持って持ち上げます。今までのモデルはこのね、ダンパーが実はなかったので、これをね、押さえておかなくちゃいけなかったんですけど、今回からね、このダンパーがつきましたので、非常にですね、これいいですよね。はい、このまま保持ができます。そしてこのね、後ろ側、収納スペースの方からもね、このように収納することもできますので、長物とかをね、スキーとかスノーボードとか、そういうものもね、釣り竿だとか積むことができます。はい、そしてこちらのスペースにはですね、伝送品関係が集約されております。はい、これスーペリアですので、サブバッテリーがですね、これ2個ダブル対戦になっております。そしてこちらの方にもスーペリアのね、装備品である1500のインバーターだとか、あとソーラーパネルもついてますので、ソーラーパネルのコントローラーもありますし、100ボルトの充電器、そしてね、ブレーカー関係、100ボルトのブレーカーだとか、はい、ヒューズ関係、12ボルトのですね、ヒューズ関係もありますし、奥に見えるのはですね、これシーテックの走行充電器がね、あります。そしてテレビ用のですね、インバーターもあったりしますので、この中がですね、伝送品関係が集約されておりますので、もしね、何かあった時は、ヒューズが切れてるかなとかね、ブレーカーが上がってないかなっていうのをここでね、確認することが可能です。はい、今回はですね、ハイエースプラス DD スーペリア、いかがだったでしょうか。まずですね、この室内がね、非常にいいですよね。アジロだとかね、レクビーさんのこの中の雰囲気をですね、勝手にですけど、アジアンリゾートホテルちょうどね、名付けてるんですけど、この中のね、雰囲気がね、非常に落ち着いた感じがあってね、おすすめです。そしてこのスーペリアというですね、オプション装備がまたこれおすすめなんですよ。これ液晶テレビだとか、ソーラーパネルだとか、あとね、電子レンジ、そして FF ヒーターや1500のインバーター、そしてね、バッテリーもこれダブルになってるんですけど、このね、よく付けられるオプションをね、もうパック化しちゃって、お得な金額に設定してますから、今このハイエースプラス DD をですね、検討されている方は、ぜひね、スーペリアおすすめです。そして以前の動画でですね、バンコンタイプのキャンピングカーでトイレが置けるおすすめ車両5000をね、ご紹介したんですけど、今回のね、このプラス DD もね、これだけの仕切られたお部屋があって、オプションでですね、ポータブルトイレを置けば、この部屋をね、トイレルームとしてももちろん使えますし、もちろん収納スペースとしてもね、非常に使い勝手がありますから、概要欄の方にですね、レクビーさんのですね、ホームページのリンクも貼っときますので、レクビーさんはね、こういうね、仕切られたお部屋がある車が、例えば今回の DD もそうですし、カントリークラブだとかイゾラだとかっていう風に、そういうね、デパートリーが結構たくさんありますから、今バンコンタイプを検討されていて、トイレが置けるですね、こういう部屋がね、ある車ね、ないかなというふうに探されている方は、ぜひレクビーさんのですね、キャンピングカーがおすすめです。はい、今回はですね、愛知県のレクビーさんが製造販売したんです、ハイエースプラス DD スーペリア、こちらですね、ご紹介しました。また少しでも参考になりましたら、高評価の方と、今後もですね、いろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。